佐藤秀一ライブでございます。一体どうなってるんですかね、立憲民主党さん。ただね、半分こういう日が来るなとはね、思ってました、僕。はっきり言って。立憲民主党が、自民党よりも悪い維新と組んでしまう。まあ、国会内共闘とはいえね、組んでしまう。こういうことがね、ついにね、起きた。まあ、立憲民主党さん、衆院選。去年の10月31日の衆院選で、大敗を喫しまして。で、まあ、そのね、責任をですね、日本共産党ね、共闘して、当時は共闘していたね、日本共産党にね、なすりつける。ね。これはもうね、連合ね、連合のね、労働組合連合のね、吉野会長のね、圧力っていうのは非常に大きかった。それでね、選挙総括を出したわけですよね。まあ、共産党と組んだから票が逃げた。ね。そしてね、さらにね、まあ、連合の会長からね、圧力をね、かかってね、もっとはっきりせえと。ね。共産党と縁を切れというふうに言えと。ね。そしたらね、泉さん何をやったか。ね。何をちまったか。ね。共産党を切る。うん。ここまではまあ、連合の命令みたいなもんだけど、さらにね、自民党よりさえ悪い維新と組むって言われる。こういうことですよ。ね。維新なんてさ、ね。大阪見たらわかるでしょ？ね。全国で一番ね、コロナで、ね、亡くなってる方が多い。完全に医療も、行政も崩壊してる。ね。もう結局ね、この十何年間ね、橋本さんの時からやってきた政治の積み重ねですよ。もう、とにかく切って切って切ってね。もう切りまくる。ね。うん。もうね、必要なね、あそういうね。公務員も切りまくって、ね、そういう新自由主義はね、やってきたね。うん。でもこれはね、自民党の改憲草案の中に入ってるね。だから自民党のね、やってることをね、先取りしてね、さらに自民党や以上でね、こう切りまくるね、そういうね、政治のね、もう慣れの果てがね、大阪なわけですよ。そうね、自民党よりさえね、悪い維新。うん。ここと組むというね、こういうね、もう立憲。もう、ちまったとしかね、言いようがね、ありませんね。もうね。で、結局、ね、何を考えてるかね。うん、ね、菅直人のところにね、維新がね、なぜか関係のない橋本さんのことでね、抗議に来たりね。まあ、そういうこともありましたよね。ほんと完全にね、敵に屈してどうするって話ですよね。まあ、令和新選組もね、一応野党共闘 ね、衆議院選挙ではね、入ってはいましたけれどもね、やはり大石さんがね、橋本さんに訴えられるということも起きてますね。まあ、本当ね、共産党なんでね、もう外されるし、まあ、令和新選組もね、まあ、あんなね、橋本さん、ね、のためにね、抗議に来たり来るようなね、維新、とに組まれたらもう立つ場はないしね、まあ、カンナートナーさんだったね。こんなことされたらちょっと立場ないですよ。はっきり言うと。ね。うん。立憲維新国民。ね。完全にね。下手したらこれね、合わせたらね、自民党よりもね、悪いようなところですよ。もう完全にね。そういう、なんていうかな。この立憲維新国民って言ったらなんかね、自民党より悪いっていうかな。うん。そういう感じがしてね、もう仕方がない。うん。こんな組み合わせだったらね。まあ、本来ね、立憲がね、ガツンというものを打ち出せなかったからね、衆院選ね、2021でね、負けたわけですよね。結局さ、ね、広島で言ったらね、河合事件をね、批判さえしときゃね、まあなんとか勝てるだろうってね、そういうね、甘いね、舐めた思いでやってる。ね、うん。だから負けたんですよ。ね。ガツンでも感じられなかったよ。立憲民主党からね。ジェンダー平等。ね。それ言うんだったら、広島3区もね、ライアン・マヤミさんをね、例えば、比例代表の単独1位に持ってくるとかね。それぐらいしなかったらね、ジェンダー平等なんてね、言えませんよ。うん、何から何からでね、本気が感じられない。でね、薄めてね、薄めればね、幅広い支持層がね、得られるとか、そういうね、もう考えでね、どん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 やってね、ガツンってものを出さないからね、うん、維新の方がなんとなくさ、ガツンって感じするじゃん。なんか、身を切る改革とかいう感じでね。
本当は身を切るんじゃなくてね、住民の身を切るのがね、維新なんだけどね。これでもなんとなくさ、勢いあるように見えちゃうわけでさ。まあ、本当にね、どうしようもないね。どうしようもない。何を考えとるんやーって。ね。本当ね、このままいったらね、立憲ね、もうどんどんね、迷走してってね、もう参議院選挙の頃にはね、もう立憲民主党という政党がね、まあ消滅してても、ね、本当おかしくないっていう、まあそういう状況にね、なってるかなというふうに思います。下手したらこの広島のね、選挙区でもね、まあ立憲さんがね、維新のね、候補者に相乗りするとかね、だから立憲国民維新でね、下手したら自民党よりもね、悪いようなね、そういうね、そういう原発推進とか憲法改悪ね、推進みたいなね、候補者を出してくるとかね、もういろいろ考えられますよ。ね。もうこんなね、立憲民主党だったらね、協力ってね、全くね、余地がない。全く余地がない。もうね、考えた方がいいですよ、立憲民主党の中の皆さんはね。はっきり言って。はい。まあね、それはね、僕としてもね、それは、手をね、個々のね、立憲の、議員とかその候補者に対してね、まあ、ね、あれですけどもね、もちろん、恨みとかそういうものはないですけどもね、こういう状況じゃね、もう全くね、協力の余地はね、まあ参議院ね、広島複数ですから、そもそも、ね、協力の余地はないですしね、他のね、統一地方選挙なり何なりね、でもね、こんなね、立憲民主党と組んだらね、我々の、私ね、まあ、令和新選組もそうだし、私、佐藤秀一の方がね、お人よしというかね、そういう話になっちゃって、有権者呼ぶね、ほんとね、馬鹿にされてしまいますよ。ね。立憲ね、本当にね、考え直さないとね、ほんとね、参議院選挙までやり、これ消滅すると。いうことっていうか、下手したらほんとね、中にはもうほんとね、立憲を消滅させてね、ほんと維新とかをね、体制抑散化にしたいんじゃないかっていうね、これね、人がね、いるんじゃないかっていうね、もうそういうね、疑惑さえね、っていうかね、ほんとね、このままじゃほんとね、憲法改悪、ね、原発推進、ね、消費税もね、結局はね、増税してる。サービスは、自民党以上に削りまくる。ね、そういうね、体制抑散会というかな、むしろ自民党よりもね、新自由主義を進める。自民党よりも憲法改悪を進めるね。まあ、そんなね、勢力、ね、野党がね、誕生しかねない。もちろんね、私佐藤秀一ね。まあ、ね、まあ、令和新選組ね、の皆さん。そしてね、もう、共にね、断固としてね、本当、新自由主義ね、反対していく。生存権を守っていく。そしてね、平和憲法を生かしていく。ね、原発もね、核兵器もない社会もね、目指していくっていうのは断固としてね、もう参議院選挙もそうです。その先もずっと貫いていきます。ね、貫いていきます。ね、志のある皆さん。ね、そして立憲の支持者の中でも志のある皆さん。ね、ぜひね、ご一緒に、頑張っていきましょう。それではね、皆さんね、失礼いたします。行ってまいります。